家庭のゴミから袋のままに姿は搬入しまして、その後はたいきという機械に投入されます。でそこで袋を破いてですね、選別工程に入っていきますが、その際に、まあ、リチウム電池とかそういう容器包装プラ以外の荷物というのを除去してですね、最終梱包までを中間処理として作業を行っております。 90% が物質に変わっておりまして、 10% が熱エネルギーに変わっております。そのうち 10% の熱エネルギーの荷物の内容としては、紙くずであったり、今回のこの容器包装プラスチック以外のプラスチック、これらが熱エネルギーに変わっております。西宮市に工場があるんですけども、西宮市民の皆様のまずは意識の高さで、西宮市の行政の方の啓蒙活動が非常に充実していることが大きな要因であります。でまた設備においては、コンベアが合計3本ありますので、そちらで人の手で選別をしていることによって品質が非常に高くなっております。消費者の方や分別する方など人の手作業がとても大切になってくるということですね。そうですね。